皆さんこんにちは、作曲の杉山由志です。ファゴット曲対岸にてという新作を今回のコンテンポラリーアルファ演奏会のために書かせていただきました。ご快諾いただいた塚原さんには本当にいろんなことを教えていただいて、もうただ感謝するばかりなんですけども、その塚原さんとこう今こちらは日本にはちょっといないんですけれども、何度も何度もこのメールと録音のやり取りなどをさせていただいていて、本当にですね、やっぱり曲のこともよく理解してくださってるし、本当にもうぜひこの塚原さんの素晴らしいファゴットを皆さんに聴いていただきたいなという思いでこのメッセージを、取っています。やっぱり演奏家があって曲っていうのはこう生まれてくるんだなというふうに、書いて今回の曲を書きながら本当に、痛感いたしました。本当にたくさんのことを教えていただいたし、なんて言うんでしょうね、もう本当に書けば書くほどそのファゴットの魅力というものが湧いて出てくるような思いを感じながらですね、作曲をさせていただきました。ぜひぜひ聴きに来てください。よろしくお願いします。